ちゃんと覚えておくよ。私これ途中、誰？お、7番道路。じゃあちょっと、ムーランドサーチで。これね、使い方教えてもらったけん、ちょっと。これが赤くなればいいよね。赤く。なんか遠くなった？さっきピコーンって出たのに。お、この辺。あれ、遠くなったんかな？ずっと出てるわけじゃないんかな、あれ。なんか赤いびっくりマークになったら、A ボタンを押せばいいと。ベラ火山公園、島巡り、試練の場。この人はトレーナーじゃないの。キャプテン、カキの踊りは見ないと損しますぞ。さあさあ、火山公園に行きなされ。この先が多分、試練のとこってことかな。ねえ、お姉さん。こちらのキャプテンミニゲート、ベラ火山公園の試練をこなせば通れるようになりますよ。あれやろ、要は主の間的な、的なっていうか主の間。7番道路、この先、若津岳トンネル。若津岳。ん？この人もトレーナーじゃないの。岩陰から泡が出ているときは珍しいポケモンが釣れるかも。マジで？釣りたい。そしてもしかしたらさっきのびっくりマークはこの下のやつかも。なんかこの足跡が超可愛いんだけど。特に何もないよね。岩陰から泡が出とると聞きよったよね。それもやっぱりバシャバシャやったら逃げていってしまうんかな。ん？なんか今すげえ、人。ね、人泳いでるんだけど。ちょっと近づいていってみよう。この人もあれやろ？トレーナーってことやろ？ねえねえ。ポケモンとトレーナーは力を合わせるチームなんだぜ。なるほど。これラプラスの上から釣りはできんのかな？うわぁ、かっこつけてるなぁ。海パン野郎の陽介が勝負を仕掛けてきた。生きのいい海パン野郎はここにいたよ。飴玉。かわいい飴玉。ねえ、いいよね。よし、ここは。ここはピチューで行こうじゃないか。さあ、出ておいでピチュー。よし。相手何レベル？これは攻撃回避率か。なんで甘い匂いで匂いで場所が分かるようになるってこと？そういうことかな。電気ショック。とりあえずこっちの方がレベルは上だ。効果は抜群だ。よし、いいぞいいぞ。おー、結構なダメージ受けましたけど。結構なダメージ受けましたけど。あ、そっか、電磁波って麻痺させる技やったっけ。もうダメじゃん。私なんか別の技と間違えてるね。電気ショック、何と間違えとんやろ。あ、スパークと間違えとんね。よし、オッケー。あ、チェリネがレベル18。しずくも、しずくもって何？アメ玉の進化系かな。あ、これか。これか。これだわ。よし。さあ、電気ショックだ。電気ジェットとか欲しいな。ね、早く。あ、やべえよ。ああ。ちょっと耐えたと思ったのに。あ、待って、ごめんね。耐えたと思ったのに、マジか、月光がおいで。もう月光がおいで。最終的にはやっぱり月光がなんだよ。さらにレベル上がってるからね。あ、つぼめ返しあるやん。じゃ、これで。行ったれ、行ったれ。そっちも効果抜群かもしれんけど、こっちも効果抜群やけんね。え、今の言うこと聞かなかったの？ちょっと。聞いてよ、言うことを。ああ、もう逃げられない。いや、逃げないけどさ。逃げないけどさ、レベル19相手に。さ
さあ行け、ツバメ返し。よし。いいぞ、いいぞ。あっこでピチューをちゃんと、レベルアップじゃねえわ。回復させとけばよかったね。あ、俺も泳ぐ、じゃない。一緒に戦いたい。いや、人が介入してきてはいけないポケモンの戦いに。トレーナーとポケモンではなく、同じチームのメンバーとして水泳リレーに勝ちたい。何の話ですか？何の話なの、それは。よし、ってことで。あ、ってことは、あれかな、火タイプの技じゃねえわ、ポケモンが多くなるってことかな、この先は。とりあえずキャプテンは、火なんよね、きっと。ベラ火山公園熱く燃えてファイヤー。そんな看板立てられてもね、ここら辺とかなんかありそうじゃない？ないんかい。なんかいかにもな感じやったのに。え、なになになんて？お得な掲示板、バックのフリースペースを使って道具を整理すると便利。あ、なんかよく使う道具をフリースペースに入れとけばいいってことよね、要は。クソ、拾えたと思ったのに。え、なにこれ、キモ。野生のヤトウモリ？え、なんかめっちゃ気持ち悪いけど。よし、水手裏剣。いけ、ドラゴンタイプか。呼ぶな、呼ぶな。あー、誰か来そうな予感。ほら、来た。ほら、来た。あれ、耳かな？羽かな？なんかすごいピク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 しよるけど。さあ、行け、月光が水手裏剣。よし、いいぞ。さあ、もう一匹も。月光がの絆変化。シャキーン。いいね、いいね。あの時のポーズすごいかっこいいよね。ああ、やめてくれ。月光ががピンチ。え、この状態で知らんぷりしますかね？この状態で知らんぷりしますかね？ちょっととりあえず後で休憩じゃねえわ。回復に戻ろうっと。あ、逃げれんくなったんじゃない？あ、回避率が下がったんか。この状態で知らんぷりをする月光がなんかさすがな気がするけど。ね、ふてぶてしいにもほどが。おっしゃー。効果抜群。そしてギリギリレベルが上がらないっていう。おい、すごい傷薬。ここですごい傷薬か。よし。とりあえず回復に戻ります。ああ。早く抜け出したい。早く、お、カラカラ、かわいい。かわいい、かわいいとかじゃないけど、ちょっと。さあ、行け、水手裏剣だ、水手裏剣。え、なんか超かわいくない？なんか今までのさ、今までのカラカラってもうちょっとさ、どう長くなかった？なんかすごい、ぽってりした感じが。超かわいいんだけど、なにこれ。いいね、いいね。さあ、行け、ミルシュリケンだ。よし、オッケー。なんか、倒れる瞬間、すごい悲しげな顔をされたんだけど。ごめんね。あ、そうよ、そうよ。あはは。どんだけ繰り返すんだ。うわ、またヤトウモリ出てきたし。こいつちょっとね、こいつちょっとあれよね。あの、なんやっけ。竜の怒りか。竜の怒りが結構効くよね、なんか。よかった、今回はちゃんと言うこと聞いてくれて。お、月光がレベル42に上がった。イエーイ。お、身代わり？身代わり？身代わりの他に、あー、影分身あたりかな。自分の HP を少し削って自分身を出す。分身は自分の身代わりになる。影分身で回避率、いやー、いらんかな。うん、いいよ。覚えなくていいです。忘れさせない。身代わりを覚えずに終わった。よし。2だけ回復してよ、2だけ。そうよ、ムーランドは荒れないよね。
B ボタンを押してもダッシュにはならんねよね。匂いを嗅ぎ回るだけだわ。あー、ルーラが欲しい、ルーラが。超絶ルーラが欲しい。これ街中とかでも違うわ。街中の方がこういうの効力発揮するんじゃないかと思うんやけど、違うんかな。何かしらありそうよね。鼻の匂いとかには反応せんのかな。あ、なんも情けだわ。この人もしかしてここからずっと元気の人やろ。あ、違った、ヤーの人やった。なんかね、ルーラが欲しいね。どのゲームでもいいよる気がするけど、ほんともうドラクエ便利すぎるわ。おし、だって全然進めてないやん。入り口の草むらですごい足止めを食ってるよ私。さあ行け。よし、気合を入れて。くそー、すぐに曲がればよかった。なんかトレーナー立っとったよね今。あら、ややこま。よし、ほら、あっこん誰か立っとる。ピコーン。キャー、島巡りの人、ポケモン見せて、観光させて。観光させて、観光は自分でしてくれ。観光客の真雪が勝負を仕掛けてきた。観光客まで勝負を仕掛けてくる世の中。お、ニャースだ、ニャース。あ、普通のニャースや。なんか逆に新鮮。ね。いいね、いいね、そういうのもなんか。よし、それじゃあちょっと、今度こそちゃんと出してよ、月光が。出せよ。出せよ、おい。よし、今度こそ。スーパーアクアトルネード。よし。いいぞ、いいぞ。あ、そっか、今ライドの格好しとるんか。よし、月光がスーパーアクアトルネード。いいね、いいね。うおー、これよこれ、もう絶対絶対もうトラウマにしかならないやつ。ねえ、もう恐怖でしかないよねあれ。お、ホースがレベル20。やったねー。キャー、下巡りの人に負けちゃった。アローラ体験。なんで自撮りしてんの。あれやろ、今のセリフとともにツイッターにあげるんやろ。キャー、カキさんとポケモンで燃えるダンスを見なくっちゃ。燃えるダンス、何それ。ファイヤーダンスっすか。この辺絶対なんか落ちてないのかよ。火山大好き三姉妹の一番可愛い子です。こちらの中から火山の頂上に行きます。一番可愛い子とか自分で言うなし。これは向こう側からじゃないといけんか。ここから何、向こう側に、お、なんだなんだ、なんで一瞬上に、おお、え、上に移動した。ここから試練ですか。頂上までお疲れ様、ポケモンを元気にしましょうね。ここまで来れば回復してくれたのか、クソ。降りるなら私の隣にあるトンネルを使うと近道よ。了解。炎の試練に挑むんでしたら、水や岩、地面タイプの技を使えるポケモンがおすすめです。私メインは水だから大丈夫。これもしかしてなんかどこか行ってしまう感じかな。後から来ようっと。今はちょっと戻れんくなりそうやけん。早速主の間なの。ねえ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 、主以外のポケモン戦ってないよ私。カキです。さっき紹介されました。アローラに古くから伝わる踊りをガラガラと、ん、間違えた。ガラガラと共に学んでおりますポケモンの名前ね。カキの試練、これまでの試練とは一風異なる内容ですが、もちろん挑みますね。あ、もちろんもちろん。何、異なるの、ガラッと違う感じ。試練開始。だって今までみたいにさ、3匹のポケモンとかおらんかったもんね。下記の試練は観察力を求める。1度目の踊りと2度目の踊り、どこが違うのか答えてもらうぞ。え、ポケモン勝負じゃないの。では始め。なるほど、特殊だな。かわいい。なんだなんだ、ガラガラ。はいはい、よく見ておきます。おー、今の踊りの形、よーく覚えておいてくれ。
あーやべえ。はあ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 、うん、わかるよわかるよ。先ほどの踊りとどこが違うだろうか。真ん中のガラガラ。なんということだ。お見事です。お見事ですから、おいでますガラガラ。ガラーラ。なに、こっから、そこからのいきなりのバトルですか。あ、野生のガラガラが飛び出してきた。ガラガラは？なんかガラガラこんな感じだったっけ？あんな模様入ってた？真ん中。入ってないよね。主だからってこと？よーし、Z パワー。スーパーアク、怠けるな。あんな模様入っていったかな？真っ白だった気がしたんだけど。次こそ月光がスーパーアクアトルネードだ。よし、行くぞ。あ、なんかいつの間にか主人公を着替えとるわ。ライドじゃなくなっとった。よし、全力の Z 技、スーパーアクアトルネード。いけー。なんかさ、ガラガラの持っとる骨の先についてる炎は一体何なの？効果は抜群だ。よーし。野生のガラガラじゃないよね。カキのガラガラじゃないの？チュリネはレベル19に上がった。イエーイ。マジカルリーフ。どうしよう。とりあえず、あ、すげえ、見事に全部草や。素晴らしいね、チュリネ。完璧な草タイプの、完璧な草タイプよ。相手を追跡する不思議な葉っぱを撒き散らす。攻撃は必ず命中する。そして威力は60。どうしよっかな。吸い取る。あ、でもこれ、そうなんよね。自分の体力回復できるよね。あ、そう、こっちがあるやん。メガドレインがあるけん。てか、なんか自分回復させる技ばっかじゃない？よし。じゃあマジカルリーフを覚えよう。ほら、どんだけ自分回復するんっていうぐらい。吸い取るに。メガドレインに宿り木の種。正解に喜んだガラガラは嬉しくて戦いたくなるのです。では2問目参ります。あ、続くのね。3問あるってことかな、もしかして。よし。ほい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 。今の踊りの形、よく覚えておいてくれ。OK です。ちゃんと覚えておくよ。私これ途中、誰？いや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 、あの、山男。シャシャンなし。なんということだ。お見事です。お見事ですから、おいでます、山男。アローラ、何、もう自分で戦わないの？山男とポケモンが戦うわけじゃないよね。いや、なんか陽気すぎるやろ。山男の大地が勝負を仕掛けてきた。なんかちょっとすごい怖いんやけど。ブーバー、よし。またしても Z 技いくよ。もうバンバン Z 技いくよ。さあやるんだ月光が。だからなぜ一発目は怠けるんだ。ここで気合を入れてくれないと。おお、炎の渦の中に。しかも思ったよりはダメージを受けたな。さあほら、だからほら、怠ければ怠けるほど自分がダメージを受けるのよ。分かってる？おお、燃えてる。さあ、だからほら頑張るのよ。だからなんでだよ。痛くないのか。結構ダメージ受けてるよ。あ、でも今のでこれね、後からの追加ダメージの方が結構ダメージ受けるよね。なんか直接攻撃受けたやつは全然ないんやけど、じわじわの方が来るってことかな。結構がちょっと頑張ってよ。じゃないとおしゃまると交代するよ。おしゃまりっていうのもいいな。ちょっとおしゃまりで行こうか。出ておいでおしゃまり。あ、そっか、炎の渦の中に閉じ込められとんやん。なんてこと。じゃあちゃんと戦えよ。おい、間違えた。ほらほら。あー、もうこいつ。もうこいつ何、体力尽きるよ。よし、解放された。解放されたから、おしゃまりに変えます。さあ、出ておいで、おしゃまり。月光がじゃダメだ。よし。じゃあ、ここでおしゃまりの、Z 技を。一
くよ、おしゃまり。え、これ何がどう違うの？一緒じゃね？もしかしてなんか違うんかな？ L と A で技説明。Z パワーで大きな渦潮を作り、全力で相手を飲み込む。元になった技で威力が変わる。元になった技って何？なんか違うん、これは。え、わからねえ。あ、でも威力こっちの方が上やん。謎だな。あ、そういうことか。水タイプの技が2つあるけんってこと？あ、そういうことね。なるほど、なるほど。技の名前は一緒やけど、元になる水タイプの技が違うんや。水鉄砲とかバブル光線とかそういうことやる、多分。よし。じゃあもちろん威力と解放使うよね。よし、いいぞ、いいぞ。お、ピチューがレベル24に。踊るアホに見るアホ。いやー、びっくりしたよ。ガラガラしか見てなかったけんさ。正解に喜んで山男は嬉しくて戦いたくなるのです。なんでやねん。山男関係ないやん。では、最後の踊り参ります。てか、さっきの踊り関係なくね。いや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 、もう普通に参加してますけど。今の踊りの形、よく覚えておいてくれ。なんかもう気が散る要素がいっぱい。はいはい、覚えておきますとも。はい、なんか増えたー。誰？何あのポケモン。先ほどの踊りとどこが違うだろうか。どこがじゃねえわ。あれなしポケモン？どれを選べばいいのあれ。見知らぬポケモン。あや、見知らぬポケモン。なんということだ。お見事です。お見事ですから、おいでます、主ポケモン。まあ、多分、どれを選んでも正解だったんだろうね。ドクドク。陽気な主ポケモンだな。主の炎竜とか勝負を仕掛けてきた。これあれじゃない？多分さっき私が、キモイって言ったポケモンの進化系じゃない？多分。見た目的に。よし、行くぞ。じゃ、とりあえず、一旦試してやろう。スーパーアクアトルネード。お、今回はちゃんと一発で言うこと聞いてくれるね。まあ、主だから。よし、行くぞ。月光河が解き放つ全力の絶技、スーパーアクアトルネード。さあ、どうよ。いいね、いいね。もうこれ確実にムチ打ちになるやん、なんか。効果は抜群だ。よし。おっさ、全員一発やね。お、カビゴンがレベル29やったね。ゴースがレベル21。主のエンニュートとの勝負に勝った。よし。よくやってよ、月光が。なんだかんだね。ありがとう。ガラガラがめっちゃ踊りよる。くっ。お見事です。俺らの踊りの細かな違いを見破り、もう、いや、2問目から細かくなかった。火山最強の主ポケモンを鮮やかに打ち破るとは。主ポケモンが持っていた炎 Z。あなたにお渡ししましょう。私、炎タイプのポケモン持っとったかな？炎の技も使ったことないし、おらん気がする。でもありがとう。この先きっと使うよ。今度はどんな動きなんやろうね。そこが楽しみよね。試練達成。炎の Z パワー、ポーズはこうだ。どう？あ、なんか、途中のなんかよくわからんかったけど、ガラガラたちをありがとう。でも今までのよりは、マシなポーズな気がする。友になりたいポケモンと出会った時のためにこれを。なになに？アイナはクイックボールを10個手に入れた。ありがとう。なおかつ、ライドポケモンリザードンを。リザードの力を借りれば、行ったところにひとっ飛びだ。あ、空を飛ぶ。やったー。アイナのライドギアにリザードンが登録された。あ、やっと笑ったね。炎 Z、山を下り、キャプテンミニゲートの前にいる試練サポーターに見せるといい。俺らは踊りを続けます。アローラに伝わる人とポケモンの思い。Z パワーが何かわかるまで。マジで延々と踊るのか。はい、ということで。じゃ、今回はこの辺で終わりたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。